第二次大戦期のイタリアの独裁者ベニート・ムッソリーニのひ孫である、サッカー選手が、ツヨの下部組織で頭角を現しつつある子に注目が集まっている。医師、イル・メッサ、エーロなどが2日に伝えた。今シーズンのセリ A はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を、実施中。現在18歳のその選手の名はロマーノ・フロリアーニ・ムッソリーニ。父親と母親寮の姓を名乗っており、ムッソリーニは母方のにあたる。その母親アレッサンドラ・ムッソにはイタリアの有名人、ベニート・ムッソにの孫娘であるだけでなく、女優ソフィア・ローレンの名でもあり、女優、歌手を経て姓家として活動した。現在は、政界から引退したタイとなっている。右サイドバックを本職とし、ウンターバックとしてもプレー可能だという。マーノは、ラツィオのプリマベーラ、U19 チーに最近引き上げられた。プロ選手となること目指し、まずは、プリマベーラでのデビュー、待っている状況だという。ユースレベルでロノを指導したコーチのマウロ・ビアンケ、シシは、ムッソリーニのひ孫であることは戦としての彼に影響していないと主張。彼の子は気に入っているよ。有望に見えるね。彼の寮と話をしたことはないが、大事なのはプレールに値する選手であるかどうかだけだと言い、ラ・レプブリカにコメントしている。寮。